まずはチームの在り方についてです。チームのトップは部長、チームの軸は監督、学生間のトップは学生コーチ、選手間のトップはキャプテン。これは代が変わったとしても変わらないものです。その中でトップダウンではなくボトムアップで学生主体となって動けるチームを目指します。次は監督のチームについての考えです。私たちは学生主体のチームを目指していますが、チームの軸は監督です。このチームについての考え方を監督は普段木の例えで説明してくださいます。監督はチームの軸ですが、これを木で例えると木の幹になります。それを草が覆っているんですが、その草たちがスタッフ、そして学生コーチ、そして4年生をはじめとする選手、このように周りから見ると選手たち主体でやっているチームに見えますが、軸には監督がしっかりと座っているチームを目指しています。続いて監督が教える勝利の法則25条を紹介していきたいと思います。こちらの25条はそれぞれ横から読んでいきます。まず動転地勝法、これは戦う際の基本です。動が志、天がタイミング、地が環境、将がトップの能力、そして法がルールです。次に故郷関伝美、これは戦略を示します。子が誇れるチーム、教が共に育つと書いて教育、官が感謝の意、伝がミーティング、美が準備力。次に率先対決尊、これはトップに求められる力を示します。祖が統率力、戦が先見力、対が対応力、決が決断力、そして尊が尊厳、プライドを表します。次に金庫六対逆、これは戦うために必要な力を表します。金がバランス、子が子の力、六が第六感、対が忍耐力、そして逆が逆転の発想を表します。最後に後期性変上、これは戦略を達成するための戦術を表します。まず後が超攻撃的野球、気が駆け引き、性が勢い、変が変幻自在、そして最後に上がデータ。この勝利の法則25条は野球だけでなく人生においても大切なこととして、監督、チーム全員で大事にしています。次は組織図です。学生主体のチームを目指す上で一人一人の役割をより明確にするためにデータ班の森川が組織図を作りました。こちらをご覧ください。こちらが西南大野球部の組織図になっています。学生コーチ、マネージャー、選手幹部ら執行部のもとに自分たち YouTube チームも所属している広報班やチームの活動費を稼ぐために企業からの協賛をもらうための営業をする営業班があります。他にも他チームの動画や自分たちのチームの動画を撮るデータ班、チームのミーティング内容などを文章にして伝える初期の班など全部で10個の班があります。それらを統括チームが統括しています。このような感じで西南大野球部は学生主体となって活動しています。これからも西南大野球部を応援よろしくお願いします。せーの、チェスト。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと森山の個人チャンネル、メソポタミア文明も応援よろしくお願いします。採掘採掘。